どうも、ベタです。パーサーがやっていきたいと思います。はい、本日は、目指せ全国制覇、ジャパンツアーが終わりました。そして、それの結果発表がやってまいりましたので、こちらの報告させていただきます。で、今回は、はい、3位入らせていただきました。まあ、ちょっと1位も途中まで狙ってたんですけども、自分、ちょっと別芸にハマってしまってそっちをやりすぎてしまったっていうのはありまして、まあ途中でまあ止まりますよっていうツイッターで報告しまして止まらせていただきました。で、最終日だけちょっと逃げ切って、まあなんとか3位に入ることができました。まあ PSR 券ね、2枚で、SR 券2枚もらえるので、まあ3位になんとか死守できてよかったと思います。で、まあこんな感じかな。全国制覇20回で、ランキング3位の累計速はこんな感じとなってます。で、最終日は、基本もう全力しませんでした。で、500% 上がって何倍かになるイベントの時だけ全力やるっていう、ちょっと省エネ投法で今回は走らせていただきました。石の消費も、ガチャを除くと258個石を割って、一応走って3位になれたので、いつもよりかなり3分の1ぐらいに減らせたかな ?3 分の1か4分の1ぐらいも減らせたので、まあ1位じゃなかったらここまで楽だったのかなと。はい。今回はかなり楽なイベントでした。はい、そして村木くん。村木くんの気になる能力見ていきたいと思います。村木くんね。とりあえず解放しよっか。村木くん。とりあえず全部食べさせます。基本的ね。まあ、自分は解放に使うので。PSR ミキサーはするつもりはないので、とりあえず解放に使いますと。はい、こんな感じです。で、48にはなりましたね。48人だね。はい。そして、ちょっと待ってくださいね。PR と R もらってるんで、ちょっとワンチャン神解放を見せていこうかなと。はい。まあ、この前の、リュウグ、マリンちゃんみたいに、神解放ができてる、できればなと思います。はい、まず行きましょうか。じゃあちょっと能力確認の前に、はい、解放させます。はいはい、残念来ませんでしたね。ということで、こちらの、キャラの能力の方が交通イベントアップが多いんだね。お、試合経験点やっぱありますね。うん、これはまあなんだ、竜宮院高校で使いやすいキャラになるのかな。試合経験点もあるし、コツイベントボーナスが高いと。うん。イベントアップが 100%。 お、48レベルで 100% か。これは竜宮院高校で使いたいキャラかな。はい。今50でコツイベントボーナス 140% ですが、コツイベントボーナスって正直そこまでいらないんですよ。まあ今回は48でもよかったのかな。まあムックンみたいに技術76とかくれるぐらいの経験点多分くれるので、まあそれは大きいっちゃ大きいんですけども、まあ48でもいいのかなと自分は思います。で、特能の方が特能の方、あれ消えちゃった。ちょっと待ってくださいね。どこ行った。あった、村木くんの、あ、違う、村木くんの特能の方がフィジカル20丸、ダッシュ丸、空中戦20丸、両剣、ボールダッシュ20丸、危機察知、逃走戦ダイナモ。セキュリティセンサーではないんですね。で、ワンチャンハードプレスとかくれるのかな?多分くれないですよね。うん、この前の告知に載ってなかったから多分もらえないとは思いますが、まあ、今度は使ってみたいと思います。はい、まあ、結果発表はここまでとさせていただいて、アップデートやってまいりました。あ、ちょうど0時になったから、次のキャラも見れるか。模写坂、やってまいりましたね。まあ、模写プロ、まあ、パワープロと同じような、多分、ことだと思うんですけども、まあ、そっくりなキャラを作っていこうということで、まあ、とりあえず、竜宮院高校の、まずは鏡。で、2人目、鵜飼。出てますね。今ちょうど0時になったんで、出ております。2人目は鵜飼くんです。まあ、とりあえず、これは、ポジション、利き足は、設定できなくて固定です。で、特定の初期能力の選手でサクセスが開始され、千丸などはつきません。で、バッチも持ち込めません。天才の入部届も持ち込めません。天才覚醒のイベントが発生しません。セクション1から3をクリアし、次のセクションに行くときに未使用の経験点が失われるということで、
まあセク1からセク3終わったら能力アップ画面が表示されるらしいので、まあ、そこで能力振って、まあ、ポイント余らさずにできるだけ振っていった方がいいと思います。で今回再現度っていうのが選手能力、特殊能力、ポジション、スタイル、その他で、5項目で算出され、まあ、それで合計 100% 目指せるようになっております。で最高再現度報酬としまして各も、模写キャラの最高再現度に応じて獲得できる報酬です。模写キャラごとに獲得することができますということで、各模写キャラの最高再現報酬は各模写キャラの解放期間以降に見れるということで、はい、見ていきたいと思います。で合計でまあこれももらえたら確か 500% で天才の入部届とかもらえるのかな。うん、そこまで難しいのが来ないかもしれないんでね、この様子じゃあ多分あとは健丈くん明日来て、あと2人適当に多分来ると思うんで、まあ難しくなければ皆さんクリアして報酬もらいに行きましょう。まあうん、鏡とかはちょっと時間があるときに自分も動画撮らせていただいて、こういう風に作るんだよっていう解説はさせていただこうと思っております。で報酬はここでは載ってないんだね。で、9月26日0時更新で攻略メモが来ております。うかいくんはこんな感じ。パス系の特殊能力を多く持っているから、パス系の特殊能力のコツをもらえるキャラがおすすめ。で、技術ポイントを多くもらえるのがいいから、まあ、ムックンとか入れてあげるのがいいのかな。で、パス重視は、角間くん、森崎さんの SR イベントや、矢部坂くんと最上くんのコンボイベントで習得するというのがおすすめかな。ということで、まあ、パス重視、しっかりとつけていきましょうって感じですね。で、鏡ちゃんは、ドリブラー突破力、キープ力といったドリブル系の特殊能力を多く持っているから、ドリブル系の特殊能力のコツを教えてくれるイベントキャラがおすすめだよ。で、サブポジ忘れないでねって感じです。うん。まあ、白瀬ちゃんが教えてくれてるんで、皆さんこれを参考にしてやってみてはいかがでしょうか。まあ、自分も動画出しますので、そちらの方を参考にしてください。そして報酬の方を先に見ていきましょうか。今回、サクセスポイント20でいけるんで、ぜひぜひ挑んでみてください。で、これの模写キャラ確認は、まだ1回も挑戦してないからこれダメなんだよね。で、報酬一覧で合計報酬が、まあこんな感じ。500% で天才の任務届け、450% でゲドウ君プラチナ、400% で SR ガチャ券。逆だと思うけどね。350% でパワースター、で、300% で SR10%、250% でパワースター101個。で、PR 券が 200%、150%、100%、50% でパワースターもらえるということで、まあ、できる限り頑張っていきましょう。最低でも 400% はいきたいところですね。SR 券は確保しておきたいところです。で、これの再現度の報酬としまして、お、いいじゃん。100% できたらパワースター2個はもらえるんですね。でかいね。で、同じか。一応、各キャラ一緒なのかな今んとこは。今んとこは一緒らしいので、はい。まあ頑張っていきましょう。でまあ模写キャラの情報としましてはそれぐらいです。であとはイベントというか、まあ、ガチャが来てますね。ガチャが来ております。必殺シュートガチャ、こちら、カットージ、佐伯フレデリックが、SR2 回目3回目で10連すると1枚は確定ということで、まあ、この3体が欲しい方は引いてもいいかもしれませんが、基本的にこのガチャは見逃していいガチャだと思います。無課金の方は確実に見逃した方がいいですね。まあ、自分は佐伯くん持ってないからワンチャンかなとは思ったんですけども、自分もスルーしていこうかなと今のところは思っております。まあ、基本的ね、欲しいか、使うかって言われたら、って悩んじゃうんで、自分はこれ、取らずに行こうかなと思います。で、まあ、ガチャ情報、これだけじゃないんですよね。これだけじゃない。で、今、見てると、これ、間違って情報出しちゃったのかな？わかんないんですけど、新しいガチャ、見えちゃってるんですよね。パオロ・マルディーニ。はい。確かディフェンスの選手だったかな？9月30日、日曜日から。10月10日までの。なんだろう、これ。これは、何ガチャだ。
あー、週休祭かな。この時期的に週休祭のガチャか何かで来るらしいです。うん、まあ自分的には、もう欲しいキャラ、マルディーニはワンチャン欲しいかなと思うんですけども、まさかの実装ですね。で、ここでか見せてしまうコナミさんどんまいです。これは多分載せない方が良かったのかなと。サプライズにならないんでね。まあでもこれはね、事前に分かってた、分かることなので、もし、マルディーニ、欲しい方は今のうちに石を貯めておきましょう。まあそんなに貯まらないかもしれませんが、石を使わないようにしてね、うん、やっていきましょう。まあそんなところですかね。告知としましては、最後にまさかのマルディーニ実装ということで、はい、こんな感じです。で、本日の動画はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。